ベイジル・ラス・ボーンは、トランスバール共和国ヨハネスブルグ出身のイングランド人で、主にアメリカで活躍した俳優。アメリカでは最高のシャーロック・ホームズ俳優として、巧妙である。怪奇ホラーのスターとしても知られる。南アフリカのヨハネスブルグ出身のイギリス人。イギリスで教育を受けた後、1910年代に、イギリスの舞台で俳優として、 活動を始め、第一次世界大戦への従軍を挟んで、1920年代には、アメリカに渡り、ブロードウェイの舞台に立つようになる。その後、ハリウッドにおいて、ロミオとジュリエット、放浪の王者でアカデミー賞助演団優賞に、ノミネート。フランケンシュタインの復活では、ボリス・カーロフ、ベラルゴシの二大怪奇スターを脇に配して主演するなど、 トーキー映画初期のスターの一人であった。1939年、バスカビル家の犬の映画化作品で、ワトソン医師役のナイジェル・ブルースと共に、シャーロック・ホームズを演じ、以降、1946年まで14本の映画で、ブルースとのコンビで、ホームズを演じた。その後もラジオドラマ等で、ホームズを演じ、アメリカでは最高のホームズ俳優として、現在に至るまで、 伝説的存在である。ホームズのセリフとして有名なエレメンタリーマイディアー・ワトソンはウィリアム・ジレットが脚色と出演を務めた舞台用に背中の曲がった男から引用したセリフであるがベージルが映画で多用したことでホームズの決めゼリフとして定着した。しかし彼自身はホームズの人気が先行することに不服だった。彼はラスボーンでなく シャーロック・ホームズのサインを求められるような扱いに耐え続けなくてはならなかった。ワーナーブラザース社とラジオの放送局との契約が同時に切れたのを後期として、ホームズ役を降板、多くのファンとナイジェル・ブルースを嘆かせた。その後、ハリウッドで、いくつかのシェイクスピア映画に主演、俳優として一定の成功を収めると、ホームズもまた自分の重要な役歴の一つとして、 受け入れるようになり、いくつかのラジオドラマで、ホームズ役を演じている。夫人との結婚記念日を記念したオリジナルの舞台が、ホームズを演じた最後になった。この時、ナイジェル・ブルースにも、ワトソン役を依頼し、ブルースも大いに乗り気だったが開幕の数週間前に、病に倒れ、名コンビの復活は果たされなかった。シャーロック・ホームズ役を演じた時期が主に第二次。 世界大戦中であったために日本では一本も劇場公開されなかったのみならずテレビ放映の記録もない。そのため日本ではホームズ俳優としての認知度は高くない。21世紀になってオリジナル作品シャーロッカ・ホームズの殺しのドレスが廉価版 DVD としてリリースされた。ありがとうございます。